経済を強くするための成長戦略として教育分野への投資これに注力したいと考えていますこれから日本は人口が急減していきますので必然的に経済小国となっていきますその国を担う子どもたち次の世代が少しでも有利となるよう教育の質これを可能な限り急いで 高めるべきとの見解ですその中でも特に考えているのが学校環境の改善ですもちろん家計の支援子育て世帯への支援これはあってしかるべきですただ教育を受ける側だけではどうにもなりません反対の教育を与える側こちらのレベルがちゃんと上がらないと結果として子供たちに 質の高い教育というのは施せませんなので実際秋田方市ではこの学校環境の改善に注力してきました一つ例を挙げるならば給食支援員学校業務員をすべての小中学校に配置します先生方から教職員の免許がなくてもできる仕事それを引き離したという形ですこれをやってやっと子どもたちに向き合えるようになっています このために、しかし、秋高田方市では年間2000万かかっています、3万人の町で2000万です、500倍の人口を要する東京都なら、単純計算で100億円、しかし、この100億は、今現在、学校にぶん投げられて、教職員に押し付けている仕事です、これをちゃんと適正化して、そして少しでも次世代、それが豊かになるよう、教育へしっかりと資源配分をしていきたい、そのように考えています。